翔平が来シーズンに向けて冬トレ開始、ガチンコロックで守備力向上を目指します。そして2種類のグローブを使ってグローブの挑戦、それではご覧ください。はい、どうもシューティビです、お願いします。ということで今回はですね、冬トレということで、ノックをしていきたいと思います、はい、ノックする時に使うグローブといえば、ま、あれですよね。今日はね、取り比べをしたいんですよ。それがこちら、ボン。はい、こちら Z のゲンダモデルのもう初期版ですね。初期のゲンダモデル、初めて販売されて初のグローブ、はい、これをほんと7年前、3年前か4年前ぐらいに買ったやつなんですけど、まあ、これを一つと、こちら最近ゲットしましたディオのグローブですね。これはスラッガーの L7 サイズでオーダーをしておりますので、結構大きいと思うんですよね。大きい感じで、ゲンダモデルも大きいですけど、ちょっとこっちよりかは少し小ぶりかな、はい、で僕はほとんどね守備経験ないんですけど、まあ、これを使ってノックをして、何か守備をしててなんかこう違いがあるのかなってところで、同じバスケットウェブですし、まあ、同じ仕様な感じはしてるので、まあ、違ったらすいませんね、本当に良平が多分怒ってるかもしれないです。もう仕様が違うと思うんですけど、やっぱこのアイラブイルマがあるかないかぐらいだと思うんですよ。僕的には刺繍があるかないかだと思うんですよね。はい、なのでちょっとこれで守備していきたいと思います。はい、もうこの2つともどっちも守ってたらすごい目立つグローブだと思うんですよ。草野球はやっぱり目立ってなんぼなので、これを使って違いをね、取り比べていきたいと思います。それではやっていきます。はい、よろしく。はい、いいよいいよいいよ、すげえ取りやすい、やっぱこれ安定だな。はい、行きます。よっしゃー、ワンバン。はい、全然いいよ、しょぼいしょぼい。はい、チャチャミー、はい、シャー、オッケー、やっぱ安定だな、これ安定、もう慣れちゃった。シャー、はい、なんかめちゃめちゃうまく見えない。シャー、はい、安定じゃない、はいよ、はい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 、19歳煽ってくんな。はい、次はこちらゲンダグローブ、ちょっとさっきよりちょっと小ぶりで、これより長いような感じの仕様で取ってると思うんで、ちょっとこうもしかしたら足らなくてポロッとするかもしれないですけど、ちょっとやってみます。ゲンダさんの初期モデルでいきます。いきます、おっしゃー、はい、おっしゃー、はい、スカッチェー、おっしゃー、はい、スカッチェー、はい、はい、こっちあれだな、無駄な動きしないな、無駄なのがないからいいわ。はい、はい、おあれ、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 いや、はい、おい、は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 い、
ーの、ダメだ。これあのあれできない。ポンってできない。何？当てがり？はい、よろしくお願いします。ほら、ほら。すまないね。はい。おっしゃー。食べよ。さあ、ほら。当たる場所が悪い、ここが。やい！おい！曲げ曲げ。はい。危ない。オッケー。はい、というわけで今ですね、こちらやってきました。なんと使いやすいこっちでしたね。これの方がこうちょっとギャンブル出しをしても入ってくるんですけど、こっちは結構ファンビルしてましたね。だいぶポロっていってたんで、自分のこの取り方のスタイルで言うと多分こっちの方が合うんじゃないかなって思いました。はい、僕はやっぱこっちだな。やっぱ大きい方がいいね。やっぱ今心拍数が上がりまくって、いやーくせきついけども、でもいい発見でした。こっち派ですね、僕はね。まあ、これはもしまた内野やるときにこれを使っていいプレーをしていきたいと思います。はい、ディオさんね、本当にねいいグローブばっか作るので、よかったらチェックしてみてください。はい、というわけで本日はこちらのグローブ、ご紹介しました。実践守備をもしてみました。僕はこっち派でした。あくまでも個人の意見なので、もうこっちが好きな人はこっち、僕はこっち派だったっていうだけなんで、今後ともよろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。はぁ、あ、きつい。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょショウヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。Yeah.